Keshiro! Hideyoshi! 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 Hideyoshi, Doro! もういいか。政務が山ほど残っている。水なり、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ。泣けるだろ、三成。聞こえるか。城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。諸大名の働きにより小田原の北条は滅亡した。豊臣秀吉のもと天下は定まったかに思われた。だが秀吉が死に、その翌年に重鎮の前田利家が死去すると、天下が大きく動き出す。関東250万石の大大名徳川家康が台頭し、彼と対立していた石田三成を中央より排除したのである。天下への野心をあらわにした家康に対し、上杉家の直江兼続は弾劾状を送りつけ挑発。上杉に謀反の動きありと断じた家康は、諸大名に上杉討伐を号令し、会津へと出征した。その背後で上杉に呼応する形で石田三成が挙兵。秀吉四子の武将たちに決起を呼びかける。天下は家康と三成によって二分されようとしていた。この大きな流れが真田家にも悲しき亀裂を生む。真田の将、第二次上田城の戦い。三成殿が我らの助力を求めている。
すぐに出陣し徳川軍を止めましょう。兄上。三成には答えられん。真田は徳川につく。兄上。三成の志はわかる。だがそれだけだ。戦には勝てん。家康殿は三成以上。勝ち目がないから友を見捨て強者に寝返ると。それでは真田の意地が立ちません。意地を曲げても守らねばならぬものがある。物の負が意地を捨てて何が残るのです。武田や織田の行く末を思い出す。家がなくなれば物の負ですらない。魂があれば戦える。三成につけば死ぬと言っている。それぞ本望。雪村信行様。兄上、許してください。私には意地を貫くことしかできません。たとえ兄上と敵味方になろうとも。雪村、ご武運を。雪村、戻れ。雪村。貫き通すは我が信念。私は雪村様の忍びだから。三成殿、兼継殿も今この空を見上げているだろうか。三成殿は京で挙兵し徳川軍を引き寄せる。兼継殿は伊達を討ち返す刀で徳川軍の背後を襲う。私はここで徳川の別動隊を止めてみせよう。我らの力を合わせれば三成殿の理想は現実のものとなる。そして何より三成殿に感謝している。物の負として命を落として戦える機会を与えてくれたことを。兄上、後悔はありません。兄上の前で物の負の生き様示してみせます。していては関ヶ原に間に合わぬぞ。上田城に突入し一気に陥落させよ。よし、敵を大手門へ引きつけよ。城内に入ったところを鉄砲で迎撃する。忍びの匂い。真田幸村、
これにあり。私の決意は変わりません。兄上と戦ってでも、もののふの意地を貫いてみせる。とは知り尽くしてその強さ、そして弱点もだ。死ぬのか。なぜ正面から攻めいな。正面の門にはまだ罠が残っています。ならば北へ回れ。村に火をかけ門をこじ開けるのだ。
なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。トイス城を救援し、敵の矛先を上田城からそらせ。三成さん、うまいことやってますかね。三成殿は中央で、金継殿は東北で戦っている。我らも負けるわけにはいかない。出すのか、試してみようか。行け。元へは行かせない。このままで信行さんと雪村と戦うことに。私が開門。雪村、稲が相手です。いざ勝負。また無茶な真似を。稲だ、雪村止められない。いいな、下がっているんだ。こうなることは分かっていた。それでも私はお前を止めてみせる。兄上、参ります。元から立ちに来たか。それならおじさんもやるしかないね。
父はお前を呼ぶのか。モノノフとして意地を貫く。それ以外の生き方を知りません。これで秀忠の軍勢は関ヶ原には間に合わないだろう。あとは三成殿の采配で。雪村様、申し上げます。関ヶ原にて西軍は敗北、三成殿は六条河原にて処刑されたとのこと。そんなはずがない。三成殿が敗れるなど。雪村様、これで終わるのか。いや、まだだ。家康公との勝負もつけず、もののふの意地も示さずに散ることなど。